精神障害者保健福祉手帳の2級を採用する企業側のメリットがあれば教えてくれるとありがたいです。ああ、なるほど。えっと、これ答えは結構明確で、デメリットもないと思いますけれども、メリットもないです。はい。以上って感じかな。まあ、一つ言えるとしたら、これは企業のメリットじゃないですけど、ああ、でもこれ言っちゃうと、なんかな、勘違いされちゃうかもしれないですけど、 まあそんなことまで考えてる企業はないっていうことをまず言っておきますけど、うんと、可能性として2級だと、障害者手帳と年金はイコールじゃないですけど、でもやっぱり障害者手帳が2級だと、障害年金をもらえる可能性が高まるので、そういった意味で企業のメリットとしては、その少ない時間働いても、本人が経済的に落ち着いた環境で過ごせているっていう安心材料になるかもしれません。ちょっと深読みすぎかな <laughs>。うん、まあ、それはまあ。 強引に論理を組み立てるとあるかもしれない。はい、でもそこまで考えている企業はま,あまずないとは思いますね。そうそう、一方でね、こう安く雇えるみたいに聞こえたとも思うので、あ,のあまりそういうのがこう一般的に言われているっていうふうには思わないですけど、一応論理的に考えるとそうも考えられるかなぐらいですかね。まあ、でもあの質問のなんていうかな、願意は、2級だといわゆる障害が重たいから、デメリットばっかりだと思われてるんじゃないか、なんかプラスのことはないかということだと思うんでですね。 東京を見られていると考えていませんでしたと、加部さん。ああ、うん、まあ、そうな、見られる可能性あるとは私は思いますけどね。まあ、それで説明することはやっぱり当社あるんで、2級、なんで2級ですかっていうのでね。まあ、大体の方は3級なんで受け取るとき、精神の手帳の場合。なので、2級だと、まあ、確認はされることはやっぱあるかなとは思いますね。まあ、企業からするとちょっと珍しいのでってことですね。